僕平泳ぎをやってて下半身キックがあんまり得意じゃないんですよね。でその時にあの水着がこう力を入れなくてもストリームラインを作ってくれるというか足がこう自然と上がってくるっていうのが、まあ、構造上あって、まあ、それがすごく僕が気に入ってる一つですね。いや全然違いますよ。もう他の水着あの他の他社さんの水着と比べても泳ぎやすさっていうのももちろんですし力を入れなくてもストリームラインを作ってくれるので抵抗を受けずに速いっていうのがすごく感じます。あの僕自身がそこまでこうパワー系じゃないですしこう体をうまく使って抵抗を減らしながら泳ぐっていうのが自分の特徴だと思うんですけどそこを支えてくださっているのは GXSONIC5 のおかげかなと思います。高校1年生の冬にタイムが一気に伸びたんですけどそのタイミングでちょうど僕は水野さんに水着を変えたタイミングなんですよね。水野さんの水着のおかげもあってすごくこうタイムも伸びましたし自分自身がずっと高校生からタイムを伸ばし続けてれる理由っていうのもやっぱりこういつも支えてくださっている水着の影響もあるのかなって思います。人それぞれこう何をこう水着に求めるかってあると思うんですよ。例えば極力水着を履いてないような履いてないように近いのを求める人もいれば僕のように下半身キックが苦手だからその辺のサポートがもらえる水着求めてる人もたくさんいると思いますし僕はその後者でフラットスイムっていうのは僕自身のパワーのなさっていうのを考えるとよりこう抵抗を減らしてタイムにつなげていくっていうのが必要なんじゃないかなと思ってます。プルが得意な選手は一度試してみる水着ではあると思います。プルが得意ででもこの水野さんの水着を履いたことない選手っていうのはハマる可能性もありますし僕は他社の水着から水野さんの水着に変えて1ヶ月とかで 200m で6秒ぐらい自己ベストを更新したんですよ。それぐらいハマる選手もいると思うので試してみる価値はあると思います。Shiny.